9月7日に開かれた、ジャニーズ事務所の過去の性加害問題に関する会見で、新社長となることが発表された少年隊の東山の之。年内でタレント業を引退し、社長業に専念するとも宣言したが、早速その影響が出始めている。写真、井ノ原義彦、苦悩姿、を目撃9日には、東山がナビゲーターを務めていた番組、バースデー、TBSK、 が放送されたが、すでに違う男性の声で進行されていた。番組内では東山の交番に触れず、公式サイトで東山のりゆきさんは、所属事務所の社長に就任したのを機に、番組への出演を終了することになりました、とのみ発表されている。また、会見時、東山は6年間キャスターとして出演してきたサンデーライブ。テレビ朝日系を、平等性を持たなければいけない。 として、三日の放送で降板していたことを明らかにしている。実際、10日放送の同番組では、同局の野上新平アナウンサーが、皆様もご存知の通り、東山さんはジャニーズ事務所の社長に就任されまして、番組降板の申し入れがありましたので、本日は私が務めさせていただきます。よろしくお願いします、と挨拶。その後の進行では、 ジャニーズの会見について言及されることもなかった。東山さんは、他にも年末の恒例特番、プロ野球戦力外通告、TBSK でナレーションを務めています。刑事7人、必殺仕事人、ともにテレ朝日経などのシリーズドラマでも主演を張っていますし、10月、11月には舞台も控えているんです。会見では、 舞台を降りることでたくさんの方にご迷惑をかけるので、それはやらせてほしい、と語っていたので、舞台には上がるのでしょうが。ドラマはまだどういう形になるのか発表されておらず、しばらく混乱が続きそうです。また、交番は仕方のないことにしても、番組での挨拶や説明が一切なし、という東山さんのスタンスには疑問の声が上がっています。特に、サンデーライブ。 では6年キャスターを務めていた報道番組である以上、自分の口で説明して欲しかった、というファンが多いようです。芸能記者、実際、SNS には、東山に対する不満が渦巻いている。東、今まで毎週出てたのに自らの発言もなしに降板。この番組だからこそ、最後に思いを語って欲しかった、そういうところだよ。東山、降板するはいいけど、 VTR でもいいから、最後の挨拶くらいあってもよかったんじゃないのかな。さすがに挨拶くらいしに来ては、視聴者に対しても共演者に対しても、全部の番組すっぽかしてるんだな、あまりに筋が通ってないだろ。この緊急時、挨拶などしていられない、ということかもしれないが、ファンにはあまりに知り切れとんぼの印象を抱かせる形となった。